もこんにちは、諸角ゲンズブールです。さあ本日は三国無双のチームペルソナ第4戦目ということで、本日は長野県にございますニューアサヒ岡谷天竜店さんに来ております。さあ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 、私はあのチームペルソナの大将としてね、ウイジュンはまあまあの結果、悪くない結果に終わりまして、でその攻撃をチームバッチにこうバンと与えたわけなんですが、まあそれを与えたことによって我が国のダメージが非常に今深刻なことになっております。チームバッチがですね、もう倍返しどころかもう何十倍にもしてね、我々の国を攻撃しかけてるんですが、今もうね大変なことになってますよ。今の現状がですね、我々のチーム自体はマイナス145ポイントと、まあそんなに悪くはないんですよ。僕がまあ初戦にその1000ポイントぐらいプラスにして、残りこう2戦でね、直美ちゃんと矢部ちゃんがマイナス食らいまして、今合計でマイナス145ポイント。正直この2人のマイナスはもう想定の範囲内ですよ。うん。想定の範囲内です。何度も言いますけど。あそこがねスロバガ勢がもうすごいんですよ。まずバッチさんがこの国に3099ポイントの攻撃を仕掛けて、続いて平さんが3231ポイントの攻撃を仕掛けて、さらにフィアリンちゃんが210ポイントの攻撃を仕掛ける。みんなうちを攻めてきてる、みんなうちを攻めてきてる。もうキングダムの新状態でね、完全に。で今ヒットポイントが2311ポイントということで、もう命からがらですよ。もともと1万ポイントあったものがもう2000ポイントちょっとしかないんで、なぜかチーム全員がマイナスを叩き出してるチームマリモよりもうちの方が瀕死です。まあうちはうちで一応奥義を一つ繰り出してましてね、ユダの刻印、一人だけ裏切り者を他のチーム誰かしら対象以外の人間に、裏切り者という必殺技を発動できるというものなんですけど、それをうちは中竹さんに発動させてましてね。ただ中竹さんご自身がマイナスで終わったもんですから、このユダの刻印は全く意味がなかったと。だからまあ僕の采配もやっぱ良くなかった。これは平さんに使うべきだったね。結果論ではあります。ただやっぱりその平さんか中竹さんかエブリーさんかで悩んでたんで、あそこまでその平さんが跳ねると思わんかったな。僕は今日もう本当に、ボーナスタイプとか言って逃げても仕方がないんで、もう AT 機でガツンと負けるかガツンと勝つか、もうどちらかの勝負をするしかないと思っております。今日はもう本当プラス2000枚以上、あよくば3000枚5000枚、目指して頑張っていきたいと思います。それでは実戦スタートです。おはようございます。よろしくお願いいたします。まあこれ取れないよな。ほらまだ列ビャーありますよ。はいはい、ありがとうございます。よしよし行こう。いやー空いてないよな。いやー空いてない、済んだ。こうなったらちょっと爆発力がある騎士は厳しいぞ。いやどうしよう。いや詰んだな。番長すら空いてない。くわー、しゃあない、転生でいいや。もうさあでは実戦開始です。朝一は北斗転生からのスタートです。頑張っていきましょう。学訓なし、まあ、対策されてるんでしょうね。まあ、対策されてあろうがなかろうがもう移動できないんですけどね、そもそもが。パチスロ設置台数160台に対して本日抽選が300名近く並ばれまして、僕は抽選番号91番でした。でなんとか取ったのがこの転生でございます。まあ、できればねもう本当乗るか反るかの大勝負ということで、ああですか凱旋行きたかったんですけど、もう全く空いてなかった。サラリーマン番長も全部埋まってて、あと花火も埋まってる。まあ花火はどっちにしろ今日は行かなかったですけどね。
いやちょっと不安ですね。なんかこういうなんとなくでこう取った台、なんか抑えなきゃ、なんか抑えなきゃで抑えた台でいい思いをした試しがないから、今日はちょっと割と抽選勝負だったような気もしてます。今実際その凱旋ハーネスが朝からかなりいい感じで動いてますしね。だから僕は今日も AT レベル2以上をうまいこと持ってきて、で勝負球うまいことやりくりして、こういう強チェリーとかでちゃんと天半に入れる、これができないと負けますね。これで天半いかなかったら朝一は降格じゃなかったというのがほぼ確定します。おーおーおー、強チェリーがよう出るな。強チェリー2回で天杯いかず、いや強チェリーがよう出るわ。100ゲーム以内にも3回も出た。ただ天波にまだ1回も入っておりません。こういうな、25バーとかを持ってこれない日はパチロ勝てないよ。お、いけいけ。パイーン、お、いった。よし、これで一気に2ゴロまで貯めよう。強チェリーから天波です。ベルリプでいい、ベルリプでいいです。お、なんか引いた。弱チェで50。とりあえず200ぐらいまでいけるか。続け、さあどうでしょうか。1ニッパーなし。2ゴロでの解除はなし。これでもう朝はどこまで行くか分かんないですね。896で当たってくれればまだいいですけど、ちょっと変なところで戦場が始まってるぞ。これちょっと据え置きの可能性もありますね。いやこれ当たったアベ数によっちゃ朝一も即やめも考えないといけないですよ。お、ランプ矛盾が出ました。降格は前兆中、まあ強チェリーの後弱チェリーいたんでそれで降格上がった可能性もありますけど、あの強チェリーで天波に当たっている可能性ももちろんあります。パイーン、よし、2回目の天波、2ゴロ超えちゃったんでもうこれである程度しっかり貯めていくしかないですね。500のゾーンまで持っていけんかね。ここでちょっと足りないか。おっしゃ、しお、さあいくつ来るか。100は勘弁。おお強制到達。100どころの騒ぎじゃなかった。いやーでもこれ助かったな。天がなかったらだいぶやばかったっす朝一。おー、あぶんなー。もう時間かかるんでベトル行きますね。よいしょ。いくつで当たった？ほら、1179。222ゲーム、1179阿部氏。まあ変更の可能性は一応残りましたね。じゃあ行きましょう。いやーこれは助かった。
1179安倍氏の選択率をちょっとちゃんと解析で見てみようか。よいしょ、青5連ぐらいさせたいな朝一。聞いて安倍氏と、いやちょっとこれ据え置きの可能性高まりましたね。1179安倍氏の選択率は全世帯共通で 0.2% です。これまずいね、やめようかな、もう終わったら。ちなみにあの1179安倍氏にニゴロ安倍氏足すともう1400超えるんですよ。でそこであれば、まあ、結構広い範囲でトータル、まあ、20% 以上は解除率があるんで、前日にごろやめの据え置きじゃないかな、これ。さあ球4個1回ぐらい勝とう。おい、これが大勝じゃ。よし、もうこのまま出しまくって終わろう。たまらんな、やっぱり AT レベルは低いか。さあ4個、2連勝はならず。さあ来たよ、うわー、ここの 50% を引けないか。ラスト、お、即定めちょいやつ。ここも赤ならこれあるよ。いやいや、でもまだまだ十分ある。来い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 。いやいや大丈夫大丈夫。いいぞいいぞ、デビルリバースが出てきてない。背景は通常か。あー来た、オーケー、オーケー、二重サービス、よーし。これはここでちょっと緑オーラぐらいくださいよ。黄色か、まあまあまあ頑張ろう。さあ行こう、玉は5個です。3個で勝とう。2個目、いやパンチか。3個目、よいしょ、いや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 、もったいねー、今のはもったいない。この天波連でなんとか二五郎付近まで持っていきたいですね。よいしょ、続け。1、2%はほぼないか。
騎馬大王ならなくはないけど、さあどうだ。んー、ダメか。やめよう。空いてないですね。広角機動隊が1台空いてるだけか。なんも空いてないですね。うわ、北斗無双も空いてない。いやー、完全に終わったな。何も空いてないんで、もう強気の転生と心中します。天杯行くのが遅ければよかったんですけどね。この500のゾーンで全長行かなければ B に滞在している機体とかアップするんで、それを見たかったんですけど、ちょうどこの全長が始まるであろうアベシスで天杯に行きました。もうこの天杯連で896まで持っていければいいですけどね。ここはまだ当たんないでしょう。 A は当たらず。よし、さすがにもうこれで当たるだろう。よしよし、 OKOK、 もう間違いない。いや、まだまだちょっと微妙だ。ベルリップを2回引ければ大丈夫。あー、いやー、継続戦と当たらない可能性もあるな。あ、ここで勝負リップ、よし決まった。勝負ありどんどんですよ、こりゃ。たまれたまれ、50か。まあまあいいよ、やっとです。いや、案の定 A でしたね。だからこれで、まあ、据え置きだったと仮定すれば、初当たり3回中2回が、まあ、約1400アベシということで、だから投資はまあ幸いまだ2万5000です。転生なら、まあ、一撃で取り戻せる可能性ももちろんありますし、ちょっと頑張るだけで半分は戻ってくる。どうしようもない。2個、こんなにハマって2個。後ろ1個はもらえますからね。ゼロのまま真剣勝負行ったとしてもこれじゃ意味がない。せめてこれ中押しチャンス、ゼロ。おっ、1人中押しチャンス。よしよしよし、 OK 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 OK、 よし、結構いった、一気にいったね。一人中押しチャンスってなんすかね、思わず言う。
思わずなんか口出ちゃったけど、どっちにしろ一人じゃんね、あれ。おいいぞ、よし、油断するなよ。でも5個あるからって油断したら負ける。いいぞ、スイカでガツンと来い。ほら来い来い、いいぞ、あるある。あー風の人か、風の人ダメだな、やっぱ5個です。ある、いやーもう、くわー、弾がある時に限ってラスト。おいおいおい、嘘やろ、いやいや、けんけんけん、うわー、今のは剣だろう、なんかの間違いで当たれ。いやー、とりあえずこれで見頃まで。青帯か、よし、いやーここはちょっともうちょい欲しかった。さあ見頃で当たるかどうか。ダメか、まあそうだよな。500のとこで前兆が来てそれが外れそうなんで、また A ですな、こりゃ。で A でもこの500のとこ過ぎちゃったらまたおそらく1300とか1400を食らうので、一応もう一回、あらあら、さっき定め外れたばっかだよな、いや弱いな。え、あーチャンスやった。わーダメだ、あーでも背景赤、カウンター行け、カウンター、おー行け、行った、よーし、573です。追加投資2本、2万7000ですね今。さあ行こう、もうちょっとここでベル取らせてくれよ。黄色、黄色ばっかだな、ここまで、2連単発2連と来てますんで、そろそろちょっと頑張りましょう。いやー3個厳しい展開が続きますな。よし、これでとりあえず4個来た、いけるぞ、目が見えないぞ、相手はチャンスだ、畳みかけろ、相手は目が見えない、よし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 、よし、ここでちょっと貯めればいいぞ。おっ、一気に3個いった、本日初の6個。さあベルリブ8個目なるか、風頑張れ、よし、さあこれで8個、
8個あれば1回は勝てるだろうという考えが連敗を招きますから。おし、これで9個、3個以内で勝とう。まずは1個目、2個目、サウザーベルならいけるぞ。で3個目、いやーまずい、これはいつもの流れですね。よし、おい、目が見えない人、 OK OK OK、5個残ったぞ。いやーダメか、このターン結局1個しかたまりませんでした。合計6個、3個目、まずい、4個目、あーそっちか、100列券来い。これが本当に役立たない。今日よし役立たないっつったら役に立ってくれた残り1個、ここ頑張んないとちょっと厳しくなりますね。よし、まずは1個、さあ中押しチャンス来い。おお、待望のさあ、あ2個か、キリン柄ならもうちょっと惜しかった。まあでもこれで4個です。なんとか立て直せなくはない。いやこれはあるぞ、言霊あるぞ、言霊。中押しチャンス来たから、百列乱舞来い、百列乱舞、百列乱舞来い、次は百列乱舞。よし、トータル5個、1個で勝とう。1打入魂ある。おい、右の人、4個目、よし、さあ100列乱舞来い。3個か、ちくしょう、ラスト、おいやー生きながらえた残り2個、じわじわ減ってますね。さあ一発いこう、ロンゲ以外でお願いします。おっしゃ、違うロンゲが出てきた。いやーよー勝ったよ、オシンリップで。いやーよかった、弾は3個。いやーでも今の勢いなら3個あれば勝てる。おい、どうしたどうした、ケンシロウ。おし、ここはためよう、やっとちょっとチャンスっぽいのが訪れたぞ。おい、いいよいいよ、さすが激闘、
せめてトータル5個は行こう。うわーっとっとっと、有言実行なるか。言霊ですよ言霊。押し順は1個だけですからね、ちょっと微妙だけど頼ます。よし、完全に来てる、完全に来てる。いやー、やっとビッグイニングが訪れましたね。おー、やったよし、あ、